はい、どうも皆さん、こんにちは。横マーク2です。なんと念願のですね、新しいカメラですね。念願っていうかおかしいな。まあ、新しくもらったですね、ビデオカメラで、初撮影しております。どうでしょうか？ちゃんと音声取れてますか？わかんないけど。まあいいや、後で自分で見るからいいや。画質もまあいいと思います。一応、どうだろう。設定が何回かできてですね。まあ一番いいのと、まあ低いのとあるんですけど、まあ画質良くしたいんですけど、そうするとね、撮れる容量が少なくなっちゃうということなんで、まあ普通ぐらいにしてあります。で、テスト動画兼ねて、この間、この間の7月27日に、まあディズニー行ったんですけど、ディズニーランド、7月27日に、まあその際に買ったですね、こちら。トミカを。自分で買ったんじゃなくて、僕の、まあ、お父さんがですね、買ってくれてたそうなんですよ。まあ、ディズニーから帰ってきて、次の日、渡されたんで、これはディズニーランドの新しいショーですね。なんだっけな、名前。ワンスアポンアタイムです。実は僕これ見なかったんですよね、僕は。こっちはディズニー夏祭り。こっちはあれだ。ディズニーシーです、こっちは。こっちがランド。最近ランドが好きです、また。シーが最近でか、行ってたんですけどね。このトミカを買いました。ディズニー夏祭りのミッキーズロードスター。ミッキーのロードスターですね。まあ、値段は剥がしてます。で、開けていきましょう。テープついてるの。ハサミがあった、あった、あった。タイミングがいい。もうなんか勝ったのがやりやすいんだよな。よっ。おお。ミラーが取れそう。かっこいいっていうのかな。かわいいっていうのかな。ちょっとね、今思ったんですけど、すごい、ここまでピント合うんだ。ちょっとなんか、塗り残しがありますけど、まあいいや。粉ないそうです。おお、光ってます。すごいな。で、サスペンションがついてますね。でね、ドアは特に開かないです。で、触り心地がなんかね、ディズニーじゃなくて、なんだ、普通のトミカで、何トミカだっけな、忘れちゃった。なんか和紙みたいな感じですね。では、今回はこちらのね、トミカの開封動画でした。初、まあこのビデオカメラで撮影ですね。撮影結構楽ですね。いつものこちらのパワーショットと比べてですね、ズームもちゃんと効くし、ピントも合うので、いいです。これがよか、これが、こういう、何？ビデオカメラ最高ですね。言ってることがめちゃくちゃです。では、さようなら。